船木正勝です。今回も質問フォームになります。船木さんから見た野上彰選手を語っていただきたいです。今現在も高いパフォーマンスを維持しており、ファンから見てつかみどころがない人です。若手時代や全日本時代、もしくは俳優業での接点があれば、船木さんが感じたことをお聞きしたいです、という質問になります。野上彰さん、今は彰という英語ですね、ローマ字で彰というリングネームで活躍されてるんですけども、自分がですね、一番最初会った時は野上彰さんでした。自分の先輩なんですけども、若手時代ですね、入門した時、当時36年前まで遡ります。今からですね、1994年の4月の11日です。自分が東京に行って、新日本プロレスの事務所に行って、そこから山本小鉄さんと一緒に、山本小鉄さんの車で新日本プロレスの道場、合宿所がですね、世田谷にある、連れて行ってもらいました。そこで、自分が初めてですね、その新日本プロレスの道場、合宿所で会った人が、この野上彰さん、野上さんですね。今回は統一して彰さんなんですけども、野上さんで、お話ししてみたいと思います。初めての先輩ですね。同じ、最初会った時は自分と同じ年に入った、同期生になるんですけども、ちょうど1ヶ月ぐらいですかね、自分が4月の11日に入門して、それで野上さんはおそらく高校を卒業してすぐにおそらく入門してますので、3月だと思うんですけども、1ヶ月ぐらい先輩になります。なので、もうすでに髪の毛もですね、こうちょっとこうスポーツ狩りの短めのですね、丸狩りというかぐらいまで髪の毛が入ってましたので、普通に同期とかじゃなくて普通に先輩だと思って、それでお会いしました。最初はですね、でちょうどですね、黒猫さん、ブラックキャットさんも一緒にこう残り番をしてまして、残り番って何なのかと言いますと、その道場、合宿場をですね、先輩たちが、他の選手たちが、巡業に行ってる間ですね、道場、合宿場に住んで、道場と合宿場を管理する、それが残り番なんですけども、道場生多い時で数名、少ない時で1人ですね、とあとは、中堅ぐらい その先輩が1人残って、一応管理するようになってます。ちょうどその時は黒猫さんがどっか肩かなんかですかね、怪我をして、それで休んでるということで、それで野上さんと2人ですね、残り番をされてました。そこに自分が4月の11日からその入門して、3人で残り番という形になります。いまだに覚えてるんですけども、4月の11日、夜はですね、昼ぐらいに行って、それで、トレーニングはしませんでした。そして夜 そのすぐにちゃんこ番のですね、ちゃんこの準備をですね、野上さんと一緒にそのした、そういうぐらいしかしてないと思うんですけども、ちゃんこもほとんどその自分まだやったことがありませんので、野上さんが全部そのやって、自分がそのちょっとした後片付けとかぐらいしかしてなかったと思います。そして、夜ですね、一通り、全て片付けて寝に入って、ちょっとしたぐらいですかね、多分10時11時ぐらいだったと思うんですけども、いきなりそのガジャーンとこう玄関が開いてですね、ドン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 、すごい足音が聞こえてきて、それで死んでしーってこう下から叫ぶ声が聞こえてきたんですね。そしたら野上さんが、あっ、高田さんだって言ってね、あ、高田さん、あ、自分も行った方がいいですか、いや、いいよって言われて、自分はこう寝床に入ったまんまで、野上さんが下に行って、おそらく洗濯物だと思うんですけども、高田さんのせい、ちょうどなんでその時高田さんがいたかというと、4月11日ですね、1984年4月11日、それちょうど UWF ですね、旧 UWF の旗揚げ戦で、新日本プロレスから高田さんだけ、友情出場という形でこう、出ていったんですね。そこで大宮スケートセンターで旗揚げをした後に帰ってこられて、それで11時ぐらいだったと思うんですけども、
で、まあ、高田さんだけがいたと。早くちょっと挨拶しなきゃなと思ったんですけども、なんとなくその勢いというか、にちょっと圧倒されてしまってですね、自分はあの部屋からで出れなかったですね。で、まあ、次の日の、午前中にですね、まあ、自分があの道場で、トレーニングをしている時に高田さんのところ初めて会うんですけども、はい。そして、次の日からですね、黒猫さんと自分、野上さんと自分3人で、のトレーニングが始まりました。1日目2日目、おそらく3日目か、ぐらいだったと思うんですけども、まあ、ちょっとずつこうハードにしていったような感じで、最初はまあ基礎体力ですねはある程度こうついていけたんですけども、そのリングに上げられてですね、黒猫さんに2人でちょっと戦いなさいと、で何やってもいいよっていうふうに言われたので、あ、プロレスをすればいいのかというふうに思いまして、それでまあ自分は当時そのプロレスごっこですね、中学校の最後のあたりにプロレスごっこやってましたので、バックドロップとドロップキックですね、その2つはちょっと やりたいなと。バックドロップもこうプロレスごっこでやってましたし、まあ、ドロップキックもその陸上の棒高跳びのマットで練習してましたのでできるかなと思って、それでまあその2つどっちかやろうかなと思ってこう行こうとした瞬間に野上さんにガッと掴まれて、多分すぐですね、すぐ払い腰された後に、逆十字をバーンと決められてですね、今思えばもう一瞬で秒殺ですね。それでまあ秒殺なんですけども、ギブアップの仕方、タップというのが分からなくて、とにかく痛いってこうずっとこう腕を伸ばされたまんま叫んでました。でまあ、黒猫さんが止めたんですけど、止められた後ももう腕が痛くてどうしようもなくて、それで、ずっと泣いてた記憶があります。まあ、当時ですね、ものすごくちょっと痛くて大変だったんですけども、まあ、野上さんもですね、前にお話しして最近ですねお話しした時に、あの時はあの時で自分もですね余裕がなくて仕方がなかった、そして黒猫さんが行け行けとこうなんか言葉がやっぱり日本語がちょっとおかしかったのか、やれやめ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 っていうのがやれやれかなんかに聞こえてみて、それでこうずっと話さなかったっていうそういうことだったんですけども、まあ、とにかくそのものすごく痛くてですね、逆十字固めっていうのがこんなに痛いんだと、初めて受けたそのプロレスの痛みというかですね、で夕方から、まあ、黒猫さんか、まあ、野上さんかどっちか分かんないですけども、ビデオですね、近くにそのビデオ屋さんがありましたのでビデオを借りてきて、それでまあビデオを見るんですけども、プロジェクト A、 ジャッキー・チェンのプロジェクト A を見てるんです。で自分も初めて見るジャッキー・チェンの作品なんで見たいんですけども、それ以上にその逆十字で締められた腕が痛くて映画どころではなかったっていうのが記憶にあります。黒猫さんとですね、まあ、3人での生活なんですけども、まあ、たまに黒猫さんが夜ですねお出かけになって、でいない時がありました、まあ、そういう時は今日は2人だからピザでいっかと言ってですね、ピザを買いに行って、それでこう2人で食べた記憶もあります。そんな生活がだいたい1週間ぐらいですかね、1週間ぐらい続いたのか、まあ、1週間ぐらい後にその巡業から先輩たちが帰ってきました。しばらくするとですね、今度は闘魂三銃士も入門しました。それで1984年の、新弟子がですね、6名、笹崎さんも引退されました。そして、野上さん、そして自分、そこにその後に、橋本真也、武藤敬司、長野正弘という形で6人ですね、入門して、それでまあその年の新弟子が全員揃うんですけども、なんかまず一番最初にですね、まあ、事件というかですね、思い出にパッとこう出てくるのが、
高田さんのですねスクワット2000回、例のラーメンですね、ラーメン事件、自分と武藤さんと長野さんと3人だけが合同練習が終わってからですねすぐにそのラーメン屋に行ってしまう、掃除終わった後ラーメン屋に行ってしまって、で、まあ、自腹でラーメンを食べて帰ってくると、まあ時間にして多分10分15分 だけだったと思うんですけども、そこで、自分たち3人がいないということに気づいた高田さんが道場の前で待ち伏せしていました。そして自分たち3人が帰ってきた時に、お前たち今何やってきた、ラーメン食ってきました、武藤さんが平然とですね、あそうか、じゃ あ, あの道場に入れ、何だろう、でみんな呼んできて、あの84年ですね、今年の新弟子全員呼んできて、で先ほど言った笹崎さん、野上さんで自分、そして、破壊王に武藤さん、長野さん全員揃いました。そして、はい、今からスクワット2000回えってそこで、全体責任だからというふうに言われてですね、破壊王は嫌がってました。自分食べてません、ラーメン食べてません、は全員連帯責任だからやんなきゃダメだよ。そしてこう1回2回3回、まあ、1人 10ずつか、数えましたね、数え始めて、まあさすがにいつもは300-500ぐらいまではやってますので、まあ、それぐらいはもう普通にやりました。でもまあトレーニング、合同練習終わった後なので、しかも自分たちなんか3人は、ラーメン食べたばっかりですから、ちょっと苦しくてですね、それでもですね500過ぎたあたりからだんだんなんかラーメンが消化してきてるような、そんなこともそんな感じにもなってきて、まあ、1000超えた瞬間からもうこれダメだなと、本当に2000まで行くんだなと、なんとなくその誰かが倒れれば終わってくれるんじゃないかなという甘い考えを抱いてですね、誰か倒れたら俺も倒れようと、そういうふうに思いながらその1000回からこう やり始めて、でまあ武藤さんとか長野さんとかですね、橋本選手、破壊王なんかは体がこうできてますので、体ができているイコールその倒れないだろうと、そういう子どもの考えですね。で野上さんはその3人よりもは、体が細いので、野上さんが倒れたら俺も倒れようと思いながらですね、ずっとやってたっていう。なのに今自分は15歳ですから、15歳で中学校卒業しても高1です。高1が大学1年生の体力にかなうわけがありません。 なのに野上さんが倒れたら自分も倒れようとか、そんなバカな考えを起こしてですね、まあそんなことをやっているうちに2000回終わってしまうんですけども、後で聞いたらみんなそれ思ったらしいです。船木が倒れたらって、自分がですね、自分が倒れたら自分も倒れようと、まあまあ多分一番若かったので、おそらく倒れるのは船木だろうと、そういう形でこう思ったと思うんですけども、まあそれでも、最終的に全員ですね2000回やりきって、でみんなでお風呂入ってやっちゃったなみたいな、そんな感じ。それが一番ですね、その新弟子生活の中で記憶に残ってます。まず一番最初いきます。でこれ前に言ったんですけども、その次、その年ですね、その年の9月、9月の前に大量離脱がありまして、で、まあ、9月一人一人ですね、その84年の新弟子たちが一人一人デビューします。佐々木さんデビューしました。そして破壊王デビューしました。で武藤さんと長野さんが同日デビュー。でその次は、9月に自分と野上さんと2人でですね、その九州の久留米で、デビューする予定だったらしいんですけども、自分が、ちょうどそのリングシューズをですね、だけをタイツは持ってきてるんですけども、なぜかリングシューズだけ置いてきてしまったという、それでまあ自分のデビューが先送りになってしまった。で、野上さんだけですね、その久留米でデビューしたんですけども、すごく印象に残ってるのは、デビューしてからですね、まあ、数ヶ月、とにかくその破壊王とですねシングルマッチを組まれると、その度に破壊王に蹴られてる野上さんっていうのがすごく印象残ってますね。で野上さんも野上さんでずっと耐えてました。蹴られても蹴られても破壊王の顔をにらみつけてずっとこう蹴られながら倒れない。
でも足がもうミミズ腫れになってるのに倒れない。で最終的に本当に本当に痛くなってこう倒れてしまうっていう、まあ、破壊王も破壊王で向きになってですね、バシ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 胸と太ももですね蹴ってた、そういうそのシーンがですねものすごく印象に残ってます。その後ですね、その破壊王にまず怪我をさせられてしまうんですけども、本当に二人ともですね同期というそういう気持ちだけでその意地の張り合いをしてたと思うんですけども、向きになって片方は向きになって蹴ってましたし、でもう片方も向きになって倒れないでこう我慢してた、まあ、それが最終的に一番最初ですね、野上さんが怪我をして長期欠場になってしまいます。破壊を当時前田さんの技がすごく好きですね、まあ、キックはもちろんのことニールキックとそれからスロイダー、片手をこう掴んでこう掴んだままこう反り投げなんですけども、それをこうよく使ってました。でなんですけども、おそらく本当に身を見まねでやってましたので、あんまりこう高さもなくですね、結構毎回こう高さがこう変わってしまうというか、まあ、それでまあ受け身もちょっと取りづらいなというふうに自分もそう思ったんですけども、で案の定なんですけども、まあ、野上さんが受けた時に肩から落ちてですね、で鎖骨が骨折してしまって、それで残念なことに長期欠場に入ってしまいました。その鎖骨の骨折でですね、まあ、どのくらい休んだんですかね、まあ、半年か、まあ、おそらく半年以上は多分休んだと思うんですけども、その間にですね、85年の3月3日ヤングライオン杯で、自分がですねデビューすることになりました。これも、野上さんが怪我で出れないということで、野上さんの代わりとしてその自分がデビュープラスそのヤングライオン杯にエントリーという形になりました。その後、まあ、野上さんもですね復帰されて、されたんですけども、そこからですねやっぱりこうちょっとこう差がついてくるんですね、徐々に自分のですね一番最初の、初白星、初めてその勝った相手がですね野上さんでした。まあ、その頃だったと思うんですけども、トレーニングで、まあ、スパリングもするようにもなりまして、で、まあ、スパリングも、まあ、たまたまその野上さんとこう回って順番ですね、やることになって、まあ、久々なんでどうなるかなとか思いながらですねやったんですけども、やっぱりちょっと自分の方がこう強くなっていまして、でそのスパリングの終わった後にですね、野上さんがふと、まあ、独り言というか、ああなんか随分差がついちゃったなってこう独り言っていうかこう言葉をこぼしていたのをすごく覚えてます。自分も自分でちょっとまずいなと、やっぱりちょっと1ヶ月なんですけど、先輩ですから、先輩なんですけども、先輩をこう決めてですね、そういうふうにこうして、ちょっとこう申し訳ないなという気持ちあったんですけども、当時はやっぱりその弱肉強食ですね、もう本当にもう強いもん勝ちというか、強くなければこう上に上がっていけない、そんな時代でしたので、本当に自分は先輩誰だろうがその先輩イコール超えるべき存在だと思っていました。そしてデビューですね、デビューをして約1年半ですね、17歳の半ばです。UWF が戻ってきました。で UWF が戻ってきた、藤原さん、前田さん、そして高田さん、山崎さん、木戸さんプラス UWF で入門したその若手選手ですね、中野さん、安城さん、そして宮戸さんも試合するようになって、で、まあ、自分たちは若手 UWF の若手とその試合が組まれるようになって、まあ、自分も試合をしてですね、まあ、ここで野上さんと結構タッグを組んで、UWF の安城中野とですね結構やるようになってですね、なぜか
呼吸がですね合うんですね。あの連携というかですね、何も打ち合わせをしてないのにこうなったらここ来てくれればいいなとか、あとはまあ野上さんがやられたら自分がタッチしてこうやり返すとか、で自分がやられた時はタッチして野上さんがそのやり返す、そういうなんかこう打ち合わせ2人でそのお話ししてないのに自然にそのあうんの呼吸というかですねできてた記憶があります。本当にあのうまくですねこうタッチ、ワークというかができて、あの普通あのドロップキックのですね連携なんかもすごくあのうまくできてですね、本当にすごいなと思って、あの、まあ、その UWF の若手と、まあ、野上さんと組んで若手たちとその試合タッグマッチでやってたのが自分が一番やっぱりその充実していた新日本プロレス最後のですねあの思い出になってます。あの本当に楽しかったです、試合してて楽しかったです。で、まあそれも束の間ですね、あのその後ですね自分だけですねあのちょっとこう外されて、まあ、外国人選手とですねシングルがあったりとか、あ外国人を選手交えてタッグがあったりとか、第1第2から第3第4試合の方にこう一人だけこう移動 させられるというか、海外遠征の準備なんですね。でまああのちょっとずつこう野上さんと僕離れていって、でも野上さんはあの UWF の若手たちとですねあの、ま、松田飯塚とか飯塚松田あの辺と組んでこう、ずっとやってて、まあ、自分だけこうちょっとずつ上に上がって、で次の年、その次の次の年ですねにあの海外に行って、そこであの野上さんとのお別れもそこで一度別れてしまうことになりました。何年後ですかね、再開しました。あの自分が全日本プロレスに所属していた時なんですけども、もう41、2あの19からなので、まあ、20年以上ですね、22年23年、結構会ってなかったんですけども、まあ、時間が空いてるんですけども、試合になるとですね不思議とその動きがですね合う、あの本当に不思議な感じですね。あの若手時代にですねやっぱ一番その重要なこうあの上がっていく重要なですね最初の3年間にあのその養ったその呼吸が同じ時期に同じそのペースでですね同じ 中でそのこうやり合って、まあ、それが染みついたそのあうんの呼吸といいますかね、呼吸が合う。あの実はですねこの若手時代に自分は新日本プロレスにいた時にシングルマッチで、最も多くそのシングルをした選手が3人いるんですけども、あの1位がですね、破壊王橋本真也です、が一番多いです。そして2位がこの野上さんで、3位が佐野さんなんですけども、あの佐野さんにも同じことを感じました。あの SWSでやった時も、そして、オールトゥギャザーですかねでタッグを組んだ時、それから、2年前に自分の33周年記念試合でシングルマッチをですね久しぶりにやった時も、なぜか、16、17、18くらいまでですね、あの本当にあの何回も何回もやった佐野さんとの試合をですねなんとなくこう思い出したというか、まるで昨日の、続きのようにですねその試合をしていた、あの若手時代にこう染みついたあのリズムというかですね、あうんの呼吸なのかなと思います。そして、野上さん、俳優業ですね、俳優業もされていたということで、意外でした。まあ俳優というとやっぱりちょっとこう目立ちたいのかなと、そういう感じがこう出てくるんですけども、あの目立ちたい人ではなかった、まあ、自分の記憶なんですけども、あの俺がとですねこう目立ちたいようなそんなあの人ではないし、で特にそのドラマとか映画がものすごく好きっていうイメージもありませんので、どうしてなのかなってちょっとこう不思議に思ったんですけども、やっぱりあの性格的に人の前でその動く、まあ、パフォーマンスですけどもすることが好きなのかなと、
自分も全く一緒なんですけども、目立ちたいくはないんですけど、人の前でその人が見ていてくれる中でその動くということは、なんかその緊張感があってその気持ちがいいっていう、そういう失敗もできませんし、なんとなくそういう感じで、野上さんもプロレス一度その怪我でその、セミリタイアされていた時にその俳優を やられてたということなので、その代わりにやっていたのかなっていうふうにも思うんですけども、自分もヒクソン戦の後に一度引退していて、その後、芸能活動の時に一番多いのがやっぱり俳優のお仕事だったんですけども、その時にでもですね、野上さんと共演をしたことは実は一度もなくてですね、なんですけども、しなくてよかったなっていう、なんかやっぱりその お互いその役をこう、まとって、それでこう共演っていうかお芝居をするのがなんとなく、心地悪いようなですね、なんかそんな、それ以上にその試合、体と体でこう常にこう試合をこうしてきましたので、なんか違うその役でこう何かやり取りをするとちょっとこう恥ずかしいかなとかですね、自分の方はそんな感じでしなくてよかったな、もしかしたら野上さんの方はいや役は役で別に俺はいいよって言うかもしれないですけども、自分はやっぱりその試合をして、野上さんとはその試合をしていた方がものすごくしっくりくるなっていう、それが自分の気持ちです。共演したことはありません。そしてですね、なぜか自分も俳優のお仕事もやったんですけども、野上さんもですね、で今ですねパーソナルトレーナーもやってるっていうのも共通点、2人ともなぜか、本当になぜか同じ、仕事をこうやってるという、もう一つですね、誕生日がですね実は同じなんです。3月13日、ちょうど野上さんの3年後にその自分が、生まれたという、そういう共通点もありますので、なんとなく性格は、全くちょっと違うタイプだと思うんですけども、その持って生まれた星というか、なんかなんですかね、そういう同じような部分を持ってるのももしかしたらあるのかなってちょっと思います。野上さんですね、自分から見た、客観的に見て、選ぶらない、我慢強い、真面目、ものすごく、基礎をですね重視する、基礎を重視する、自分たちの時代はプロレスをですね教えてくれる人がいませんでした。で自分は藤原さんとスパリングをしながら、あとはライダーさんとかその高田さんとかですね、一つ上二つ上のその自分が目指すべき先輩の真似をして、それでこう自分のスタイルをこう築いていったんですけども、同じ時代に生きていったんですけども、野上さんはその藤原さんとか、ライガーさんとか高田さんとかとちょっと違う方向でそのプロレスをですねこう作り上げてきたように感じるんですけども、野上さんがその影響を受けた人は誰なのかなとちょっとこう思ってしまいますね。特別な自分独特のですねその自分の世界を、持って、人生を生きている人だと思います。業界の中ですね、いろいろたくさん人いるんですけども、先輩、野上さんの先輩、もしくは野上さんの後輩からその野上さんのことをですね悪く言う人を見たことがありません。多くをですねこうあまり喋らない、語らない人なんですけども、その代わりにたまに発するその一言がですね本音だと自分は思っています。
そういうことがですね、そういう野上さんの選ぶらない、そしてそのベラ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 言わずたまに言う一言がその本音だという、そういうあの気質ですね。その辺がその野上さんがその後輩とかあのみんなから信頼される理由なのではないかなと思います。お互いですね、あの何者でもない時、これは武藤さんとかの時も言ったんですけども、何者でもない時、あの自分は中学校卒業してきたただの坊主ですね。で野上さんも高校卒業してきて何者でもない、まだそのデビューもしてない、そんな時からそのあの新弟子時代ですね、同じその時間をこう過ごしてきた中です。あの武藤さんとか蝶野さんにも同じその思いがあります。3年後、野上さん自分よりも3年、年上なので、あの3年後ですね、3年後の肉体、野上さん、すごくあの肉体鍛えてますので、でもそれでも自分よりも3歳年上ということで、あの自分が3年後野上さんみたいな体でいられるかどうか、あの野上さんの体がその自分の3年後の模範となっています。これからもですね、あのお体に気をつけて、頑張ってください。またどこかで、同じリングに立つ時があれば、その時はまたよろしくお願いいたします。以上です。今回はアキラ選手こと野上さん、野上先輩についてお話ししてみました。ご視聴ありがとうございました。